関口真子です。はい、昭和46年イノシシ年47歳です。よろしくお願いします。はい、先月眉毛を変えていただいてから、また今日もアイメイクを教えていただいて、すごく印象が変わったっていう、私の印象が変わった、柔らかくなったっていう友達が多くなって、と自分も顔が変わることで気持ちも変わって、なんかほわんとした生活を送れてると思っています。で、皆さんも本当最初眉毛変えるの怖かったんですけど、変えることで本当1ミリ2ミリ変えることでこんなに変われるならもっと早く変われたかったなっていうのがあるので、皆さんにもぜひ眉毛を変えていただきたい、アイメイクを変えていただきたい、メイク全体も変えていただきたいなと思っています。と私は北海道で、コンタクトレンズ販売店をやってるんですけれども、女性をキラキラ笑顔にしたいということでアクセサリーも作っていて、そういうのもやっていますので、もし笑顔になれるお手伝いができたらなと思っています。一番最初に1ヶ月前にメイクを初めてやったでしょ、はい、前、はいはい、その時の気持ちってなんかこう眉ものすごく否定的な気持ち悪い感じで覚えてるの、眉毛をヒデさんの YouTube か何か見てるときに眉毛も変えれなくて人生変えれるかっていうのをなんか言ってらっしゃったのを聞いて、まあそうかなっていうのがあって、もう眉毛って自分では分からなくなってきちゃうので、やっぱりたまに人に描いてもらったり見てもらったりとかっていう、でも専門的な方がなかなかいなかったので、そこでちょっと眉毛を見ていただこうと思ったんですけど、実際描いていただいた時は怖くて、怖い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 って言いながら描いていただいたのが思い出しますね。でもそれから毎朝メイクをする時にやっぱ朝一番誰のために何のためにメイクするかっていうのをすごく考えるようになって、自分のお仕事お客様のことを思って、印象って第一印象ってやっぱり大事なので、やっぱ印象を良くしたいっていう、なんか自分がこう幸せになりたいって、人も幸せにしたいけど自分も幸せになりたいっていうのがあって、なんかもうメイクする意識が毎朝変わられていましたね。そうするとこう毎日過ごす意識も全然変わってくるので、すごくそれは面白いなって思いました。で1ヶ月、はい、フォローコンサルということで、はい、写真、はい、ほぼ毎日ヒデさんにもううざいぐらい写真を毎朝送ってたんですけど、本当その変化を自分でこう並べていただいて見た時にうわっていう、すごくそれはこんなに変わるんだっていうのをすごく実感しました。あれ不思議よね、でやってて僕も気づいたけど表情として変わった。そうなんですね。その日の本当になんか今日は寂しそうねって言われると、あ確かに今日口角上げてないとか、その日のこう気分の波で、あ口角上げるのはとっても大事だなって思いました。さすがにねそれともう一つは見せ方っていうことを多分学んだと思う。あ、はい、写真撮るときそうですね。どんな感じですか、角度。そうですね、やっぱり目線ってすごく大事だなと思いました。やっぱり上から見るのとか正面からと上からとっていうのはすごく、やっぱり撮られ慣れっていうか撮り慣れっていうか、それはすごく大事だなって思います。それの中で今日もちょっと話してると思うんですけど、眉角の、ああそうですね、角度ですね。か、確かにどうしても鏡ってこうテーブルの上がこうなるので、どうしてもこうみんなこうなりがちじゃないですか。それかこう、それをちょっと上からするっていうのはすごく、いいヒントだなと思いました。メイクは楽しくなってきましたか。はい、楽しいです。最後にね、はい、
そのメイクの今日あったあの A タイプ、メイタイプ、はいはい、そのちょっと内容とか分かる？あ、それをあの前回教えていただいて、でも実際落とし込めてないので、それをあのもっと皆さんにあの広めていってほしいなって思います。なんか今まで聞いたことないでしょ、そのノータイプ、ね、低タイプ、うん、耳タイプ、目タイプですよね、うん、触覚、聴覚、視覚ですね、そういうタイプが、まあ、本質的に人間には、まあ、3つの気質があって、はい、特徴があるんですよ、はい、でその3つのタイプに応じたメイクができると、うんうんうん、自分も満足するし、相手も満足するんですね。そうですね、ちょっと今日実感したんですよ。はい、そうですね、あの会う方によってメイクを変えると、まあ、確かに服装とか場所とかによって服装を変えたり髪型変えたりとか、メイクを変え、確かに皆さん服装とか髪型は変えるけどメイク変えないじゃないですか、まあ、口紅の色をちょっと抑えるとかぐらいで、でも確かにそのメイク、アイメイク、眉毛を変えると、あ、こんなに変わるんだっていうのがすごく分かりました。ぜひこれをまた皆さんに学んでほしいですね。はい、ぜひ学んでほしいなと思います。今日は長いことありがとうございました、ね、ありがとうございました、はい